はい、神戸学園相模原京都が使われる、こんにちは、サバヤンゲームズでさーしゃーてよねー、本日は木工に届け杯頑張っていきたいと思います。高校スタートの第1レースはこちらチーズランデュエアということで、昨日は本当に大爆死したんで、今日はこのね木工に届け杯でリベンジを果たしたいと思います。昨日はひどかったけども、カミカミで昨日はひどかったけど、昨日がひどいからといって今日がひどいとは限らない。1111を全力で生きることが、本当に、人間で生まれたことの大事すべきこと。本当に1111を全力で生きる、悔いのないように。そうすればきっとある日突然ね、神様笑ってくれるはず、微笑んでくれるはず。すぐ使いましょう、これはすぐ使いましょう、こんなん持ってもしょうがないんで、すぐ使って、できれば相手前止まっていただきたいんだけど、止まってくれるかな。止まって OK、 止まってくれた。いらない、ちょっと妨害して、適度に妨害して、多分雷降るはずなんだけど、そのブーメランだけちょっとやめてほしい。なんかしばけちゃって、これ雷降るでしょ。1位と2位がだいぶ逃げてるね、だいぶ逃げてるから、いや良いで割れてる。うわー、やばい、雷来ちゃうね。これ雷来ちゃう可能性大で、トゲ引いちゃって、来るなら今来てほしい。トゲ投げておいて、でちょっともう一回停止します。もう一回停止して、これ雷来ない、ダブライで取って使おう。多分ワンチャン雷来る。どう、俺の読み。いや、ここで来そうだな。あえてミコ取って、当たんないでね、それ。さあスター引いた、使います。ちょっとこれも止まらずに行きます。ワンチャン雷ここで。いやー、どうだ、来たら勝ちだ。いやー、勝ちじゃないか。やばい、でも1がすげえ逃げてるから、アイテム取れなくてやばくて、赤コロなんとか防いだんだけど、トゲいってる。ジャンピングアクション決めて、これトゲインサイド来るから、オッケー、リカバリーキノコを拾って、もらいキノコして、ダブルアイテム取って、キノコ。いや、来ないか。めっちゃ抜かれる、ちょっと待って。芝期待がめっちゃ抜かれんじゃん、めっちゃ抜かれ、ちょっと待って、抜きすぎじゃないか !6 位抜きすぎじゃないか。チーズランドゴミコースでございます。まあなんとか上位ではあるんだけど、これじゃ話にならないですってことで、第2レース、引き直して頑張っていきたいと思います。最後にご視聴のよろしくお願いします。しゃあ、いでは第2レースは吉崎ステイってことで、2連チャンで打開コースが来てしまうという非常に危機的状況。高校本来ならね、スタート、私はここでね、得意のね、打開をかますところなんだけど、打開っていうのはやはりね、ちょっとね、運も大事になってくる部分がある。だから、神の溝を知る、その神の、天命を、ちゃんと自分の方に向かわせることができるか、向けてちゃんと打開、雷回避ができるかどうかが、かなり、勝利の鍵を握る。さあ、まずここで9位割れをしたい。9位割れさせ、オッケー、まあいい、ちょっとこれ離れすぎるのもね、ちょっと嫌なんだよね、ちょっと嫌で。ただ俺最近ね、いつもね、前行き過ぎちゃう傾向にあるから、別にちょっと止まりすぎるぐらいな、でも最近いいんじゃないかなって思い始めて自分もいる。さあ、スター軍団が来てる。うわー、行ってめちゃめちゃやるやん。ダブルで取って、オッケー、スターキラー強いよ、スターキラー強いです。待て、これもうちょっと、これね、アイテム交換で使いたい。頼む、まだ振らないで。振りそうなの分かってんだけど、ここで使って、ワンチャン雷、ここで、あい来た、あいもう勝ちじゃん。勝ちです。勝ち申した。あとこのキラーを持ってけば俺の勝ちのはず。やばい、下手です。ただ俺にはロンキーがあるから、そのロンキーが、打てることを信じて、雷もう一発ないことを信じて参る。ちゃんとアップねー、今のナイス停止だって。さあちゃんよく我慢した、あそこでよく我慢したよ。さあちゃん、さあミラキラを吐いてる、キラを吐いてる。俺にはロンキーがあるから、さあキラが来てる、当たらない、絶対に当たっちゃいけない。雷ない、いけるんじゃない、いけるんじゃないの、これいけるって話だよね、これ。はい、キラー使っていけー。雷降るな、降れ。メダルも10枚あるから相当早い、このキラーは。さあ、いけ、ぶっちぎれ。
で、ここでいつも頑張るから頑張るから、ここでグッとこらえてこいつ燃やして、バカ野郎、バカ野郎だよお前は、ほんとに当たってやがった、1位だったマジで、もうバカバカだよ今の1位じゃん、1位だよ沢ちゃん、ねえもうバカ。はい、でも第3レースはちつくちつくろつくということで、もう本当に大先輩かましました皆さん、本当にごめんなさい。自ら緑コーラ吸いに行くというね、高校沼プレーをかましたんですけども、スタート、前子が来ました。続いて前子です。ちつくちつくろつくはとにかく前が強いコースなので、皆さん少しは前に行く意識を持って走りましょう。とにかくそれが重要でございます。さあ、キノコ、初手キノコですから、もう使っちゃいましょう。温存してもしょうがない、温存してもしょうがないんで、キノコはダブライト取らせろバカしぜ、マジで仲良くやろうぜ、仲良くやろうぜ。ちょっと待って、赤コーラとかやめて、とにかく赤コーラだけやめてほしい、それだけ。俺が望むのはそれだけ、赤コーラやめてくれって話。さあ、ダブライト取って、うわ間に合っていく、欠乏業危ない、間一発だったね。さあ、メダル10枚にしてさっさと OK で、ここでガッツリとジャンピングアクション決めて、もう一回ワンチャン入んないかな。さあ、後ろバナナ、ワンチャンバナスナ狙ってくる可能性もあるから、ちょっと集中していきたい。さあ、危ないね。さあ、これダッシュ板乗って欠乏業して、いいよ、いい感じ張れてて、ここはちょっとそのまま温存できます。シングルアイテムでいいから爆走一応かも、いや、ダブルアイテムちゃんと取れて、さあ赤に引いた、一回こっちグライダー行こうか。うわー、緑コーラなんだよね、マジ怖い。欠乏業しとこう、危なっ。ジャンピングアクション決めて一個投げといて、欠乏業して、危ないね、ボムだった。あ、時計いった。オッケー、時計避けて。いい流れ、めちゃくちゃ。さあ、これ抜いてって。オッケー、ダブル防御で1位。さあ、これいけるんじゃないの？サワちゃんいけるんじゃないの？さあ、バナー避けて。あと、雷とか、そういうものが来なければ俺の勝ちだよ。あと、時計もう一発とか。ジャンピングアクション決めて、イン刺して、一応ダブル潰しといて。バナー危ない。さあ、もう一個あるよ、俺には防御は。俺には防御はもう一個あるよ。時計くんなよ。それだけ来ないでほしい。あとはそのままもうシングルでいいから取って、ケツ、オッケー、防御きた、もうバカー、あ、今日やばい俺、もう本当にどうしようもない、ほんとだ俺は、もう何やってんの本当に、もう本当にバカ、2連続で1位逃した。もう本当にバカだわ。かなりメンタルきてます。責任を感じてる。2連続で取れた1位を逃すっていう、しかも自分のミスで。コーカースタート、サワちゃん。サワちゃん落ち着け、一回落ち着いていこう。きっと、お前は立て直せる。お前はこんなとこで終わるやつじゃない。お前は今まで幾度となく壁を乗り越えてきた。さあ、噛んでるけど大丈夫。幾度となくお前はいろんな壁を乗り越えてきた。さあ、このバナー3つさえぶら下げたら、お前は絶対に負けない。さあ、アイテム1個取って、メダルも10枚にして、さあ、バナーさんですよ。俺に一歩でも触れたらお前は死ぬぞ。一歩でも触れたらお前は俺死ぬ。さあ、ここでニスク決めます。今いけてたのに、ほんとにダメだ、今いけてたのに、ラインさえあっとけばバツン。うわ、どこ行くの、そこぶつかんの、そこ当たんの。ちょっと一回目、ここにメダル集めよう。9枚にして、どうしよう。9割したいな。先行っていいよ。さっき OK、 9割できてる。さあ、キノさん、どうなるか。爆砂とか来るよ、これ爆砂いっぱい来るよ。ほらね、ダブルで取って赤コロ投げられるです。俺じゃない、素晴らしい。さあ、これはちょっと駒、荒れるから、イン刺して、バックスやばい、ちゃんと避けて、キノコ使ってガッツリショートカットして、一気に射程圏内1位。さあ、いくよ、バックス警戒、バックス要警戒、赤コラ俺、リカバリーキノコ1個使って、まだあるよ、サワちゃんまだあるよ、サワちゃんここで諦めるとこじゃないよ。サワちゃん、これバックス警戒してね、バックスすごい来るよ。すごい来るよ、バックスター。来ないね。来ない。アイテム1個取って、スタートがワンチャン出たりしない、間違えて。
間違えてスター出ない、出ないね、出ないね。投げて全部、全部投げて食らって沼って、さあこっから最後キノコのショートカットどこまでいけるか。1個使ってがっつり前めちゃめちゃ潰しちゃってる。グッズし、いけ、ぶち抜けしぜ、グッズリお前燃やし上がしてる。全然ダメ。あーブランクだな、これは、これはブランクだ、ブランク突入だ。俺の辞書にブランクという言葉は存在しない。全ては己のミス。うん、ここそれをさあと一個一個潰せば勝てるだけの話。ブランクだということは存在しない、勝てばいいだけの話、勝てばいいだけの話。ブランクなどそんなもんはデタラメだ、デタラメだ、言い訳に過ぎない。ブランクなんて、ブランクなんてない、ブランクなんてない。ブランクは自分の思い込みでしかない。だから俺はここから覚醒する。覚醒させろバカ野郎、覚醒させろ。俺よしスターに行った、このスターが欲しくて、このスターが欲しくて、あと欲しいのは、待ってお前停止者かやめろ、ね、あいつ停止者か してるのマジない。停止者かは本当に犯罪だよ。お前投げてくれてるのはいいよ。さあこれ1個使ってスター、なあ来ないか。どうしようかな、もう一回キュー割れしたいんだよね。で、スタート。テレサ、まあ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 、ここで来るか。危ねえ。さあ、メダル取って、で、トゲもいってるから、悪くはないんだけど、悪くはないんだけど、良くも別にないんだよね。決して。ですよね。そこのアイテム取れないの、本当にやばくて。で、なんか俺、早いんだけど、めちゃめちゃ。さあ、ブーメランやばい。狙ってくる、絶対に。絶対狙ってきて、ここピョって飛んで、飛びたい。うわーやばいやばい、この展開非常にやばい。ダブルライト取って5位でしょ。いや弱いんだよね、こうなると本当に弱くて、前が荒れてくれることを祈るばかり、前が荒れてくれることを祈るばかり。 でこれ1個交換して結防御して、さあ3位まで浮上してる。ファイアフラワーやめよう、ファイアフラワーやめろっつってんだな。当たれ、あやばい、あやばい時のやつだ。ダブルライト取ってキノコ1個ですか、俺じゃない。 OK、 よく見た、よく見た、よくそこのキノコ使わずに耐えた、よく耐えたよ。サワちゃん、サワちゃんよく耐えたよ。最後さ、トゲもいってる、トゲ当たんないようにしてギリ滑らないようにして、赤コーラが俺じゃないはず、がっつり全員しばいて、しばけー、5位、もどかしい、もどかしい、順位が、順位がもどかしいよ。何なんだ43点って。あーもう本当にもどかしい。マリオカート嫌いになりそう。はい、では第6レースはマリオサーキットへということでね、今日のこのモコイ土下杯から、言えることはただ一つ。勝てるときに勝っておかないと、ここ、スタート。人生は、待ってくれないから。本当に勝つべきして勝たないと。勝つべくして勝たないと。勝てるときに勝っておかないと。本当にダメ。うわ、アイテム取れてこなかった、最悪、最悪で、あーまあいいでしょう、初手と関係ないから。とにかく勝ってる時に勝たないと、人生に置いてかれます。はい、なんで、勝てるチャンスがある、そしてそこのチャンスに向かっていったのであれば、必ず勝って帰ること。うん、負けて終わるような、チャレンジだったら意味がない。で、負けたんだったら勝つまでやれ。うん、それを言いたかった。さあここで危ないからダブルライト交換して、オッケー、もうこれすぐ使っちゃおう、これいらないから、いらないからすぐ使っちゃって、前がっつりいってここまで出てきて、さあラマ7位でキラー持ち、強いよ、強いよ、これ前スターかな、赤さんか、キノさんがよかったな。どこでロンキー入れるか、もうここで入れちゃおう。結構ここで雷降ったりするんだよね。どう、降らない、降るときめっちゃ降るんだけど降らないか。さあ赤コーラ1個投げて、インから抜いて、ブーメランやばい、ブーメランがやばい、1個投げて、投げて結防御して、さあ待って、後ろからスターが来てる、そいつやばい、やばい、引くなよ。ダブルライト取って最後キノコボムダブル、
もう本当にうざい、もう悔しすぎる。おーい、と第7レースはチーズランダー、もう絶対ここで1位取る。もう約束する、宣言します、予言します。俺は予言するだけ絶対1位だから、予言します。ここで1位取って、高校帰り咲くスタート、帰ってこい。本来の俺、本来の差は帰ってこい。お前はここで勝てるから、お前の強いところ見せてくれ。視聴者もそれを見たいやつだ。お前は強い、強いところを見せてくれ。さあ、まずはそれは鉄壁だから効かない。でメダルを的確に集めよう、慌てるべからず。もうピョン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 とね。はい、大丈夫、お前は強いから。このメダルどうやって取るの。 OK 取れた。スターで、スターでまた来てるやつがいる。スターで来てるやからがいる、危ない。一人芝居いて、さあここでも一個取って、ここでダブルアイテム取って、さあキラー引いた、ロンキーまで持ってってみようかな。まあ雷降ったらドンマイということで、雷降ったらドンマイということでロンキーまで持ってってみます。さあインコース来るから、あれは俺はもう覚えた、あのキラーはインコース来るってことを俺は覚えた。さあ雷誰も持ってないな、まだ。さあトゲいった、トゲいって、後ろからスター軍団が来てる。このロンキー弱いんだけど、弱いんだけど入れてみます。さあこ相手もロンキー入れてる。さあこいつと俺が打開できたら、回避できたら相当強いんだけど、できなかったら弱い、できなかったら結構雷が降って終わる。で雷が降らない場合もあるが、かなり確率は低い。さあ3位まで来た。でお互い木野さん持ち、赤コーラやばい、投げて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 、 OK ナイス。さあバナナ消してる。さあどうなるこれ。さあ俺裏クラクションで、しかも強いよ。でも雷絶対降るんだよねこれ。さあどうなるですよね。もらいキノコして、さあもう前行きます。これはこれはもう勇気の、勇気の前張りで、勇気の前張りで前行きます。さああのキラーがやばい、あのキラーがロンキーがやばい、あのロンキーがやばすぎる。ロンキー譲って絶対ダブルアイテム取って、さあキラー当たらずにして、2割れできてないんだよね。ボムスだ、あぶねマジで。ただワンチャンあるよ、ダブルアイテム取ってキノコ赤に、いや消えるよそれで。ねえなんで消えるんだよ、わけわかんねえマジで。もう危ねえ、今失神仕掛けた。はあ、やべえ、今ちょっとガチで目が真っ暗になってる。まあ最終レースで勝つのは俺なんで、最後に笑うやつは誰か教えてあげるよ。俺だ絶対に。最終レース SFC レインボーロード高校逃げ切るスタート、逃げ切ります。もう2位という順位はやらない、1位以外は全員負けだ俺の中では。落ちるなよ、うん、落ち着け、さあ落ち着くんだ、一旦落ち着け、一旦お前に必要なことは落ち着きだ、落ち着きが必要だ。お前ジャンピングアクション決めて、さあ基本に忠実にいこう、基本に忠実に、基本に忠実にいこう。こいつしばいてアイテム1個取ろう、よし。で結防御しよう、 OK。 でこれジャンピングアクション入念ちゃんと決めて、ちゃんと決めてイン刺して2位だ、いい順位張れてるよ。お前はお前はいい順位張れてる。さあ来てるが後ろから、後ろから来てるが、そんなことお構いなし、ちゃんとインさせ、ちゃんとインさしていけ。よしスーパーミーターも解放して、このジャンピング足入らないけど、そんなこと気にするな、一回メダル集めろ。落ちるなよ、よしジャンピング足決めて、赤コロ投げて、なんでメダルなんだよマジで。赤コロ投げて、どんどん攻撃的、どんどん攻撃的にいこう、どんどん攻撃的にいこう。食らってるね、さあ1位を取りで、しかも裏にはボムもある。なんでなんでらのジャンピングアクション決まる、よっしゃ。さあただ最悪な展開ではある、アイテム取ってスーパーミターボ解放し、まだあるまだあるまだあるよ、さあまだあるまだあるから、お前はお前には希望しかないから、ジャンピングアクション決めてシングルアイテム取って、なんでメダルなんだよリーダー。ボム気をつけろ、
俺本当にひどいと思う。今日の俺は、今日の俺は本当にひどいわ。はい、てことで、第1位、チョロンさん111点おめでとうございます。第2位トレチュン、これ多分ねトレチュン本人ですね、109ポイントおめでとうございます。第3位サバさん104ポイントおめでとうございます。第3位 AMB んちゅ、はい、これもシマンチですね。もう DST じゃなくても AMB に誇りを持ってね、ついに、魂売ってしまったのかな、うん、せめてモコに届けないのはね DST で出て欲しかったけど、あもう、AMB になっちゃいましたね。はい、もうこれは俺の力不足です。本当に責任感じております。はい、おめでとうございますシマンチュ。第5位カピバラさん、はい、103ポイントおめでとうございます。第6位 AMB ワポさん、はい、AMB 同士でね、はい、仲良し恋して参加しておめでとうございます。第7位瀬田総長さん101ポイント。第7位、アタアタさん101ポイント。第7位、渋101ポイント。第10位、カレンタソ100ポイントでございます。第11位、破壊神チータさん98ポイントでございます。第12位、カクロウさん97ポイントでございます。第12位、さあ、俺とロゼしよう。いや、お前みたいな顔ね。うん、お前みたいな顔とは絶対にロゼしたくない。うん、勘弁してくれ。うん、一人でロゼっとけ。はい、おめでとうございます。第12位、浜田光輝97ポイントでございます。第15位、ミケレコ、シメ、ケイスケさん、おめでとうございます。第15位、オテトさん、ポテトじゃなくて、オテトね。はい、96ポイントでございます。第15位、タイキングさん、96ポイントでございます。第15位、AMB、アフジュさん、もう AMB、もう勢揃いだな、15位、96ポイントでございます。第19位、チャルさん、95ポイント。そして第19位、ギリ、ハシコが入っております。おめでとうございます。はい、てことで、なんか、不甲斐ないね。俺だけ、不甲斐ないわ、本当に。なんでなんだろうね。なんでこんな、ボコられるんだろう。まあ、正直今日は自分で1位取れる箇所が多分3、4回あった。それを全て台無しにして2位とか3位で終わってるんで、全部自分の責任です。はい、もう感じております。本当に痛感しております。だからちょっと鬱になりそう、病みそう。なんかみんな本当にちょっと病んでるんで、高評価でなんか励ましてくれると嬉しいです。なんか高評価だけでもなんか押してくれると嬉しいです。なんつってる、絶対来週お前リベンジするから覚悟してよ。マジクソ練習しよう、クソ練習して来週リベンジします。てことで最後までご視聴ありがとうございました。またね、22時のゲーム実況動画でお会いしましょう。ブワー